みっけふかおちらい。皆さん、ついにこの日がやってきました。猫又おかゆによる猫又好きが参加する猫又おかゆのための企画です。猫又好き皆さん猫又好きですよね。ありがとうございます。まずは今宵のチャレンジャーの皆さんを紹介しましょう。ではまず大空すばるさん。はい、しまーす。なんか気がついたら猫又好きで呼ばれていました。生きてよ、おじゃしまーす。今日はどんな人が来るのも全員ボコボコにして1位の座を獲得していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。では次、みおちゃん。はい、うちうちうちだよ、狼みおだよ。みおです。まあね、猫又好きとしてね、参戦させていただきましたが、まあね、うちはね、おかゆのことよくわかってるというか、まあ気が合うことがね、よくあるから。そうだよ、そうそう、おかゆの気持ちはよくわかるんだよ。知れないなぁ。あれなんか、ますよ、隣で勝ち切れてる人が。あれ勝ち切れてる。じゃあちょっとよく見たら頭に青筋が浮いているこのさん。何、青筋これ？あ、これかな、それかな、だいぶ白いね。こういうのよ、こういうのはね、おがゆのこと知ってますから。はい、こわぁ、ソニーよりも知ってると思うから。ソニーよりも、そうなんだ。あげよろしくね。何ですかそれ、初めて聞いたんですけど。オーケー、オーケー、よろしくお願いします。では早速参りましょう。早速、はい、もう、はい、参っていきますよ。ビビってんのか、帰ってもいいんだぞ。そんな、帰るか、帰るか、帰るか、一番帰っちゃダメだろお前は。暫定1位はやめてくださいね。暫定1位。はい、問題、猫又おかゆを漢字で表すなら、猫以外でお答えください。え、謎謎、猫以外、余裕だ。謎謎ではないよ、謎謎ではない。ではすばるちゃん、いいですか。いや、発表お願いします。オープン、オープン、夜。これはですね、おかゆといえば夜型。そして、はい、おかゆはデビュー当時、夜の、なんだっけ、夜の帝王、帝王だったんですよ。なるほど。ではみおちゃん、オープン。お、うわー、その可能性あるぞ。それあるぞ。罪です。いや、しかもね、猫又おかゆ裁判の、はい、主犯じゃないですけど、主犯はみおちゃんでしたからね。そうですよ、やはり。確かに血の涙を猫が流している。本当だ、裁判官としてね、なんかこう、人たらしなところも罪だなぁと思って。あー、なるほどね、なるほどね、言いようによってはね、罪にしてみました。なしてみました。お待ちどう。では最後、コロさんお願いします。はい、お、なにこれ、女、なんか、女、女、ちょっと待って、ゲームの先すぎる。まつげが入ってない。まつげが、いや、そういう意味じゃない、そこじゃない、多分。なんか、はい、こう、ボーイッシュな感じだけれども、やっぱりなんかね、こう溢れ出る女を最近隠さないんじゃない。メスってことじゃねえか。メスゲーのことだろそれ。最近はね、これかなって思った。なんか、なるほどね、ずっと一緒にいるコロさんにさ、メスのこと指摘されるとなんか一番恥ずかしいな。ほんと、でも可愛いです。ありがとう。何見せられたって。なんだこいつ、よくつかないじゃない。なんだこいつ、バカみたいじゃんね。もう出来上がって20分ぐらい待ってて。20分も待たなきゃいけないのかよ。ということで、はい、では皆さんの回答出揃ったところで、僕の回答を発表したいと思います。おー、じゃあこれだ。では僕の回答だっけ。なじむ。はぁ、なにかっこつけるんじゃお前は。いや、まあ理由としては結構その新しい新居に着いたりとかしても、すぐなんかもう1年前から自分の家に住んでるみたいだなって気持ちになるから、馴染むという感じなんですけど、あまり、ね、自分の感覚だなそれ。神戸の反応見てよ。なほね、なほね、なんでそんな不服そうなんですか。どうですかコロネさん。こんな感じ知らんし、まず。いやいやいや、こんな感じ知らんし。それは知ってて。漢字のレパートリー
確かに。ちょっとこのあれ、はい、かわいいな。どうやあれ待って、声で合ってるじゃん。え見て、何どうしたの、答え合ってるよ。ほらあれあれあれなんかさ、ぐにゃぐにゃの毛みたいなの乗ってるけど大丈夫だよ。不正だよ、普通に不正を働く、こんな大胆に働くやついいの、不正だよ。見られてたわ。ということでね、皆さん全員不正解ということで、全然わかり手がないよ。難しいな、なかなか。